皆さんこんにちは。エミリエの素材と事前性能が判明です。まずは素材から。はい、草元素なのでその宝石。特産品はフリーナと同じやつですね。スズランです。そしてマシナリー素材に、石像のボスの素材。テンプ本については、水曜日土曜日の秩序シリーズですね。終ボスは安定のアルレッキーノとなっております。聞く人は、素材集めを忘れなく。スキルサポートっぽいから、少なくとも通常攻撃育成は必要なさそうですね。そして、概要ですが、ついに公式でサブアタッカー名義がされましたね。これまでは、イエランとかアタッカー名義だったので、多少わかりやすくなりますね。能力は、元素スキルで瓶を設置して、一定時間ごとにダメージ。近くの敵が燃焼状態だとダメージと頻度も上昇します。元素爆発では、ランク3の瓶を召喚して、継続終了時に元素スキルを再設置みたいですね。通常攻撃です。説明的にサブアタッカーなので使うことはほぼなさそうです。かえってつけるなら、強化通常にしてもよかった説。ただ、フォンテーヌはアタッカー大航海時代だったから仕方ないね。そして、注目の元素スキルですね。設置系で、一定時間ごとに草ダメージです。近くの敵が燃焼状態だったらダメージ、頻度が上がります。瓶の設置は1個のみ存在可能で、ランク1からスタートして、最大でランク2。近くで燃焼を起こすとランク2になるけど、ランク2になった後でも、一定時間経過すると、ランク1に戻ってしまうようです。ただ、一定時間が8秒って書かれているので、継続時間は結構長そうですね。ちなみに、アルケイは元素スキルに対応しているようです。プネウマなので、白アルケイの方ですね。そして、元素爆発です。元素爆発はすでに元素スキルの瓶があった場合、それを回収してランク3の瓶を設置します。多分なかった場合は、普通にランク3が設置されるだけだと思います。ランク3の瓶は燃焼に応じて変動とかはしないが、短時間に複数回草攻撃がヒットしてくれるっぽい説明。6447とか出ているので、ちゃんと育成すれば素のダメージで火力出せそうですね。そして、継続終了後に、再び元素スキルの瓶を再設置。この時継続時間をリセットするようです。元素爆発使えば長時間設置できそうですね。ただ、元素スキルの終わり際とかに使わないと、ちょっともったいない感じになるのかな。とはいえ、そうすると1スキル丸々ほぼ有し取れなさそうなので、爆発頻度は意外と低い説あるか?そして、その他の能力です。固有テンプだと思うんですが、ついに探索テンプ廃止 ?1 個目ですが、ヨシカを2個集めるたびに、瓶のランク2はヨシカを消費して、敵にエミリエの攻撃力 600% のダメージを与える。これはスキルダメージとは見なされないようで、黄金ではなく、思いを使ってくれって感じ強いですね。そして、エミリエの燃焼状態の敵に与えるダメージが、エミリエの攻撃力を元にアップ。1000につき 15% で、最大で 36%。攻撃力2400が目標になりそうですね。ただ、1% や 2% で大きく変わるかと入れると怪しいので、できるだけ、攻撃力を盛りたい、ただしモチーフないと厳しいかもって基準になりそうです。そして、フィールド上にエミリエの元素スキルで作った瓶があると、燃焼による炎耐性 85% アップ。今後燃焼関係が来たら必須クラスになりそうですね。黒焦げにならずに燃焼に接触できるのは大きそうです。ということでまとめですが、大きくは変わっていないかな。攻撃力依存な要素が新しく分かったことくらいでしょうか。ただ、普通に攻撃力持ってビルドするなら、ビルド準備的な面ではさほど変わっていなさそうな感じあるね。一応元素スキルの瓶のランク1でも草付着はしてくれるっぽいけど、本体でダメージ出す系っぽいから、普通に燃焼ベースの編成になりそうです。それでは、生物考察です。まずは燃焼依存なので重いですね。攻撃力アップで、近くに燃焼状態の敵がいると最大でダメージ 50% アップです。燃焼があれば実質無条件ダメージアップなので、エミリエの最適候補でしょうね。強いて言えば、追加されたのが最近だから。高いビルド水準を現時点で作れる人は結構限られていそうですね。そこはちょっと、懸念点というか、仕方がない部分でしょうか。そして、第2の選択肢というか、草1でやるなら草4の可能性が高そう。草4は草ダメージアップと、スキル、あるいは爆発が命中すると、敵の草耐性ダウンで、裏からも発動できる。ですので、草1で草火力編成の場合は大体草がつけますね。ですので、エミリエにも適性は高そうです。あとは実装からこちらはしばらく経っているので、ある程度の水準のビルドができる人多そうですね。最終的に最適がどうなるかはわかりませんが、
リツダメ源泉が弱いとさすがにそこへの依存度は大きいと思います。黄金については、固有添付の 600% ダメージが、わざわざスキルダメージとは見なされない表記なので、選択肢からは削れましたね。まあ選択できそうではありますが、重い草4適性と比較すると結構落ちそうですね。ということで、生物は草4か重いになると思います。攻撃力依存キャラなので、普通に攻撃力、草ダメージ、会心のビルドで良さそうですね。爆発回すならチャージ時計も考慮でしょうか。これまでの設置系キャラを見てると1枠だと爆発は回しづらそうではありますね。激化も開花もしない草キャラがどれくらいダメージ出せるか期待ですね。武器について考察です。まずはモチーフですが、効果だけはすでに出ています。攻撃力アップ。燃焼状態の敵に草ダメージを与えた後ダメージアップ。さらに、2層まで重ねた後あるいは2層の継続時間がリセットされた後。エネルギー回復。これ、ずっと燃焼維持すると。1回しかエネルギー回復できない説ある書き方だけど。2層になった後は延長できないタイプなんですかね。どちらにせよ、エネルギー面を考えてもモチーフは重要そうですね。武器選びは結構難しそうです。攻撃力を上げつつ、ってなると選択肢は少なそうですね。アルレッキーのモチーフは、ずっと裏に引っ込むなら効果維持できるんじゃないかなと。小モチーフは会心率と基礎攻撃も高めですね。聖風はさすがに火力落ちそうですが爆発回しよう。田中槍は敵の炎付着中にダメバフなので、一応噛み合いそう、ただ基礎攻撃低く、熟知高めなのはミスマッチ。そして、デスマッチ。デスマッチは基礎攻撃低いが率高めで、一応攻撃力アップ効果。だから選択は可能かなと。あとはゴマとかも良さそうですが。なんか特殊な依存キャラって感じだから。パッとした武器が思い浮かびませんね。特に星4武器だと選択肢が限られそうです。田中槍はミスマッチとは言ったけど、申し訳程度に燃焼ダメージが上がる可能性。最後に編成考察です。まずは、王道のシャンリン編成ですね。シャンリン使って炎ダメージを出しつつ、裏でエミリエで稼ぐ感じ。炎トリオにエミリエが入る感じでしょうか。カズハの枠はウェンテやスクロースにしてもいいと思います。あとは付着頻度は結構低いのでモナを入れて。完全燃焼ではないですが。8割9割燃焼維持しながらモナの爆発でダメバフしてくのもいいかも。カズハは草は増幅できませんからね。モナも結構いい感じに仕事してくれるんじゃないかなと。あとは燃焼激化編成ですね。ちょっとどのキャラを採用が正しいのか怪しいのですが、燃焼と激化は両立が一応可能です。ですので、雷を入れることで激化ダメージも稼ぎたいという感じですね。あれ、結局シャンリン・ベネットなのか?って感じがしなくもないんですが、どうなるんでしょうね。燃焼溶解するとしても、ナヒーダみたいに熟知バフとかはないので、結局ある程度バフサポートがいると思っています。そうなると、結局ベネット説がなきにしもあらずですね。ベネシャンリンにエミリエを添えて、残り1名どうするかってのが今のところの編成考察です。結局ベネット、ってことでこれ以上強そうな編成が思い浮かばないので、皆さんの編成考察、お待ちしております。ってことで、エミリエ事前動画でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。